こんにちは、グッドテイスト TV のひろとです。本日もいつものようにリクエストいただいた製品のレビューをしていきたいと思います。はい、こちら、バブロポマードストロングホールドですね。お値段が 130g で2680円となっております。はい、まずこちらパブロではなくバブロですね。でこれもですね、結構リクエスト何件かいただいてまして、でなおかつコメントでですね、おすすめしてくださる方も、かなり多かった製品ですね。バブロマジいいですよってコメントもね、数多くあったんですが、確かにこれはですねマジいいですね。もう使用感としてはこれもう文句なしなんじゃないかなと思えるくらいですね。使いやすくでホールド力も強いっていうね、なんかまあまあ使いやすくてまあまあホールド力強いっていうレベルじゃなくて、使いやすさとホールド力がね両方とも最高クラスです。でもこのバブロポマードって結構 Amazon とか Web とかでも目にする方多いと思うんですが、もしかしたらねこんな風に思われてる方多いんじゃないですかね。バブロってなんかいろんなとこで絶賛されすぎじゃない、なんか逆にこれ怪しくないみたいなね、ことを思われてる方も多いかと思うんですけど、今回もですねこれ全然僕案件とかじゃなくて勝手にこれ自分で買って今好き勝手、勝手にねレビューしてるんですけど、確かにこの使用感は絶賛されるなと思いましたね。そんなバブロポマード、賛否両論ある香りなんかも含めて、ちょっと詳しくレビューしていこうと思いますんで、よかったら最後までご視聴ください。まずパッケージはこんな感じです。全面缶になってますね。蓋の部分と底の部分、これシールが貼ってあるのかと思いきや、この缶に直接デザインが印字されています。なので手触りも全面ツルツルしてていい感じになってますね。でデザインなんですが、やっぱこううわこれかっけーイケてるって感じのデザインではないかなと思いますね。バーバー系のスタイリング剤っぽくないというか、どっちかというとポップな感じというかね、そんなデザインかなと思います。この素材感といい、どこかブリキのおもちゃみたいな感じがしてね、ちょっと可愛いって表現したらいいのかどうかわかりませんが、そんな感じの親しみやすいような見た目になっておりますね。はい、蓋を開けてみます。中身はこんな感じで黄色っぽいオレンジみたいな色ですね。指にとってみるともう本当に抜群に柔らかいです。普通のヘアワックスと比べてもそんなに変わらないんじゃないかってくらい本当に柔らかいですね。そして特徴としては結構ファイバー感が強く、糸を引くような粘り気があるんですが、ただ繰り返しになりますがね、ほんとめちゃめちゃ柔らかいです。その中にもポマードらしい固形感もあって、それでいてジェルのような伸びの良さもあり、公式サイトにはですね、ヘアジェル、ヘアワックス、ポマードのいいところを凝縮させたハイブリッドな整髪量になっていますと記載されていましたが、ほんとまさにねそんな感じですね。どこかずっと触って遊んでたくなるような、そんな面白いというか心地よいテクスチャーになってますね。で肝心の香りなんですけど、公式サイトにはこんな感じで説明がされてまして、はい、フレッシュスパイス&ウッドバニラの香り、香水のように香りの変化を楽しむことができます。最初はゴールデングレープのすっきりとした爽やかな香りとバニラが合わさった上品な香りで、ちょっと時間が経つとローズやフレッシュロータスの嫌味のない大人の香りになり、最後は深みのあるムスクの落ち着いた香りになりますと。そして匂いの強さもそこまできつくしていません。塗布後わずかに香るレベルです。そのためビジネスシーンや香水を使う方でも安心してご利用いただけますということらしいんですが、まずそうなんですよね、これ匂いはねそんなに強くないんですよ。まあさすがにビジネスシーンではちょっとどうかなとは思いますが、いかにも典型的なポマードらしいこうプンプン匂い撒き散らすようなね、そんな感じではないですね。で香りの種類なんですけど、説明がいろいろされてましたが、まあ確かにねなんかいろいろ混じってるような感じの匂いだと思います。まあその中でもね僕はローズ系の香りが一番強いかなと感じましたね。その中に、ちょっと柑橘系とウッディ系が混じってるような、そんな感じの匂いに感じました。まあ、あとこうやって直接嗅ぐと、僕はちょっとセメントみたいな石油みたいな匂いがするかなと思いましたね。これは狙った匂いなのか、それとも素材の匂いを消しきれなかったのか、どっちか分かりませんが、ちょっとね僕はそういう匂いがするかなと思いました。まあ、ただこれ髪につけたらこのセメントみたいな匂いは気にならないですけどね、ちょっとそういう感じです。はい、続いてスタイリングについてです。こういうファイバー感が強いポマードだと髪につけるとやっぱちょっと引っかかりが出るような、製品もあると思うんですけど、このバブロはそこまでそういう引っかかりはないですかね。髪の上でも非常に伸びが良く、ほんとワックスの延長線上のように使えるポマードかなと思います。フォームを通してもそこまでギシギシするような感じもなく、まあバーバースタイルする方でこのテクスチャーを使いにくいっていう方はまああんまりいないんじゃないかなと思いますね。それでいてこれセット力ホールド力も強いんですよね。時間が経つと表面がちょっとパリッと固まってくるような感じで、でも完全に固まりすぎず、後からこう
多少直したりもできるような、そんな感じの仕上がり具合になりますね。ツヤはまあまあですかね、まあ普通のパリッとしてくる系のポマードと同じくらいという感じでしょうかね。固まってからはそんな派手なグロス感とかは出ません。自然な程度のウェット感になります。でですね、公式サイトの方にはこんな感じで写真がアップされてたんですけど、何このテクスチャー、こんなの初めて、髪型を固めずにホールド、新感覚なスタイリング剤って書いてありますが、決してねこの表現も大げさではないと思いますね。だいたいホールド力が強いポマードってちょっとテクスチャーが硬かったりとか、逆にテクスチャーが柔らかいものだとホールド力がナチュラルだったりねすると思うんですけど、これはですね、ほんとテクスチャーの柔らかさもホールド力も両方ともハイレベルです。こんなこと実現可能なんだって思うくらいですね。個人的にはですね、これテクスチャー柔らかくて使いやすいんですけど、その中にふんだんにファイバーが入ってるっていうところが好きですね。僕の場合はですね、毛量多くて抑えたいっていうより毛量が少ないんでね、トップのところとかボリュームを出したいんですね。なんでこうピタッと抑えるというよりちょっとこうアーチを描きたいんですよ。なのでそういうちょっと動きをつけたようなスタイルも形作りやすいですし、それでいて維持力も高いんでね、非常にね使いやすいです。そんなセット力、ホールド力、扱いやすさも文句なしだと思うんですが、やっぱね香りですね。このテクスチャーを素晴らしくしすぎたがあまりにポマードの素材の香りが残ってしまったのか、それともこういう香りをねもともと狙ってつけてるのか、ちょっと僕はわからないですけど、まあ、個人的には石油とかセメントみたいな匂いがするなっていうね。ただ何度も繰り返しになりますが、使用感はですねもう超最高トップクラスだと思います。そんなポマード初心者から上級者までおすすめなバブロポマードストロングホールド、よかったらいかがでしょうか。はい、こんな感じで今回はこちらバブロポマードストロングホールドのレビューをしてみました。このチャンネルではメンズスタイリング剤レビューを中心に配信しておりますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。あとコメントでリクエストの方もどしどしお待ちしております。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。